じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。名前からいいですか。はい、ガスって言います。ご出身とかはどこに行ったんですか。大阪の寝屋川市です。寝屋川ってどんな町ですか。寝屋川は、まあ、ベッドタウンというか下町になるんですかね。好きですか。好きですね。10代の時とか、はい、まあ、どんな感じで遊んで育ってきた感じですか、はいはい。まあ、僕らはもうずっとストリートというか、なんせあの外であのスケボーでしたり BMX でしたり、そういう遊びがほとんどでした。もう10代からもうみんなそれ流行ってたんですか。そうですね、あのスケーターとかが割と多くて、あの、まあ、先輩とかはスケーターだったりしたんですけど、僕らはあの一緒ではつまんないなみたいなとこもあったんで、 BMX とかずっと乗ってました。当時インターネットとかは普及とかってしてて BMX とか見れたりとか、そういうのってあ環境的にあったんですか。はなかったです。なかった。はい、あのテレビでやってましたね。なんかそのどこかの地域のプロショップがやってるような番組とかが結構遅い時間にやってたりとかですね。まあ、今はなくなっちゃったんですけど、あの寝屋川市駅に20インチワークショップ、僕らは20インチって言うんですけど、まあ、BMX のプロショップがあって、そこにお世話になって商品とか、あ、服とか、服も、はい、ありましたし、あの当時の僕らにはもうどれも新鮮というかかっこいいものばっかりで、すごい影響してました。 BMX 以外でもいろいろ教えてくれる感じの場所だったんですか。そうです、あのお店されてた方がすごいもうアメリカンの方で、そういうカルチャーというか、あの、そうですね、その BMX を通じてそういったコミュニティの大切さとか、あの乗る場所の大切さとか、あのそういったのは教えてもらえたりとかで、たまに厳しい時もありましたけど、はい、そういうなんかルールとかモラルを教えてくれるような、はい、そうですね、人だったんですか。はい、そんな感じですね。こうどういったこう、まあ、仕事というかとかされてるんですか。今は、まああのグラフィティといってストリートアートから入っていったんですけど、今現在ではあの商業施設とかですね、お店の中に壁画描かせていただいたり、看板作らせていただいたり、あとは乗り物ですね、バイクとかに絵を描かせていただいたり、そういった形で仕事させていただいて、そういう10代で遊んでたこととかがちょっと延長線上 で、はい、で今ちょっとお仕事になっているような感じになるんです。そうですね、まさしくそうかなと思いますね。10代の時から絵とかも好きだったんですか。絵は、まあ、嫌いではなかったですけど、でも、もう美術の成績とかも1やったり、もう全然もうそんな感じも、中学生の時はそんなやったりしたんで、うちからすると運動っていうか動く方が好きやったんで、でも全然そういう絵とかにそんな興味もある方ではなかった。あ、まあ嫌いではない、その洋服にプリントされてる、はい、その当時のアメリカのブランドの服とかかっこいいなと思ったり、そういったのがありましたけど、はい。絵を描くきっかけとかがあるんですか。まあ、きっかけになるかわかんないですけど、あの、まあ、そのストリートですね、言うと街中で毎晩のようにあのスケボーだったり BMX だったり、ずっとそういう遊び方をしている中で、あの、まあ、非合法ではあると思うんですけど、あの勝手に描かれているような絵でもすごくかっこいいものがあったりとかで、なんかちょっとこうワクワクしたのは覚えてますね。まあ、そこがまあ原点というか。そうですね、多分そうですね、はい。俗に言ってあのニューヨークの壁とかに描かれてるのと一
一緒ですよね。ああいうなんか、ね、ああいうグラフィティというか。はいはいはい。そうですね。まあそうですね。もうただのもう本当の落書きみたいなのがたくさん、はい、ありますけど、まあその雰囲気がすごく好きっていうのがありましたかね。どういう、絵が好きとかっていうのがあるんですか。どういう絵が好き。あります、まあ、かわいいよりはかっこいいめっちゃざっくりですけど、それはそうですね。まあ、ストリートからやっぱり、はい、派生して描いてあると思うので、はい、なんかストリートの中でも気にしてる、例えばニューヨークのグラフィティとかニューヨークのグラフィティって、はい、多分あると思う、はい、こんなもんやっていう世の中で、世界的にニューヨークのグラフィティこんなんだよねっていうのがあると思う、はい、例えば世界的なストリートのアーティストとかでもテイストってあるじゃないですか、はい、この地域のテイストって、ああなるほど、自分が好きな、アーティストとかですね、はい、ここまあ、ディグっていうというかチェックしていくと大体その、LA とか、ああの、まあ、カルチャー自体もそうかもしれないですが大体そこに行き着きますね、調べ事しててもああ大体やっぱ、まあ、そういうのが一番近いのかなって思ったりはしますね。でそのテイストの上で、はい、その仕事が入ってくるわけですか。そうですね、はい、その自分の好きなテイストの仕事ばっかりでもないと思うんですよ。ああそうですね、もちろんちょっと、はい、あ、うん、その依頼かっていうのがあると思うんですけど、はいはい、ありますね。その辺のなんか、はい、まあでも切り替えてやらなきゃいけないところの、はい、仕事なんです、仕事なんですということで、でもここはちょっと俺はここまで行くとしたくないっていうのが、その辺のボーダーラインみたいなのは、はい、やっぱり一応その、まあ、仕事と割り切ってやってるとはいえ他の方のアイデアというんですかね作品でしたり、まあ、そういったものをこう何ですか真似るというか、そういうことだけは絶対にしたくない。あこれそのまま書いてくれとか、あそういうのやっぱまあ何かしら、まあ、もしそういったお話であってもやっぱ少し変えないとこれやっぱり、はい、一応絵描きではあるんで大事かなと思うんですけど、はい、ガス君にとってちょっとこれもざっくりな質問になっちゃうんですけど、はい、アートを感じるものってアートを感じるものですか。感じるものって何がある、どういったものにアートを感じますか。あ塗料ですかね。塗料、はい、塗料を見るとアートをなんか感じるんですか。まあなんか便利な世の中ですけど絵を描くっていうのは塗料があったらもうできることなんで、そこがなんかやっぱり面白いなって今だに思いますね。やっぱ色でテンション上がるんですか。塗料を見てなんかアートを感じる。そこは何ていうんですか、やっぱり人間なんでそのずっと同じテンションかけるわけでもないんで、あえてこういろいろこうなんていうんですか、ローテーションさして、はい、でこう、まあ、テンション上げるっていう部分がありますね。色に関しては出来上がった作品っていうよりかは、はい、素材じゃないですか塗料。はい、でやっぱ作りたいっていう意欲でアートを感じてるってことですか。そうですね、まあ、ただだんだんその色だけじゃなく色だけだったらやっぱもうちょっと限られる部分あるんで、材質っていうんですかね、最近油性とか水性とかそうですか。油性水性ももちろんですし、あとはその油性水性の中にもいろんな特性がある塗料があるんで、なんていうんですかね、最近は結構色とかなんかそのなんていうんですかね、分かりやすいところじゃなくてプラスなんか材質っていうのかな、表面の質感とかマットとかそういうやつみたいな、
まあそうですね、マットでしたり、グロスでしたり、それ以外にもこうちょっとザラッとしてる感じでしたり、つるっとしてる感じでしたりには、ちょっと伝わりづらいですけど、はありますね。塗料とかっていうのは、どこで売ってるんですか？塗料は、もう本当バラバラで、あの材料屋さんに仕入れていただいたり、普通にあのそれこそ工場とかに買いに行くこともありますし、その案件に応じて用意するって感じですかね、はい。好きな色とか、うん、好きな色はあります、ね、ライムグリーンが好きです。ライムグリーン、はい、黄緑色みたいな、黄緑色、あ、まあ、まあ、この辺、そんな色ですね。もう、だい、もう一度指さしてもらっていいですか？はい。ああ。が一番昔から好きなんですか？いやー、そんなことはないですけどね。途中からなんか。なんか、気付いたら、その色が集まってきてるみたいな。身の回りに。なるほど。仕事の依頼とかを受けて、はい、自分のテンションが上がるような依頼っていうのはあるんですか？テンションが上がる、ありますね、もうすごい内容じゃない話になっちゃうんですけど、大変そうだったらちょっとできるかなみたいなんで、はい、ワクワクするとかはありますか？なんか初めてこうチャレンジするような、はい、あ、そうですね、作品とかっていう、はい、そのフレッシュな感じというか、そのテンションというのがやっぱり一番こうワクワクしてる状態というか、なんで、まあ、今まで、アーティストとして、活動を始めて、いろんな作品を書いて、まあ、来たということで、はい、まあ、その中で、まあ、そのビジネスとして作品を書くようになったもので、なんかこう印象に残ってるのとか、はい、なんかそういうのがあれば、はい、なんか作品が残ってれば見せてもらえるようなものがあれば、あ、はい、はい、ちょっと携帯の写真になってます。あ、全然構いません、はいはい、まあ、あの仕事としては勤めながら、はい、もう始めてたんで、はい、あのかなり前にはなるんですけど、ちょっと本格的にやりだしたのはこれですかね。あ、ちょっと、はい、その壁画がお店とか、そうですね、それはお店ですね、飲食店、飲食店、はい、これはリクエストがあって、そうですね、まあ、あのリクエストみたいな感じですかね、はい、こんな感じがいいというか、まあ、仕事をしながらやってるところから、まあ、自分で独立して、はい、まあ、それで本当にご飯を食べていこうという、そうですね、ところで、まあ、もらった、まあ、大きな仕事だったという、そうですね、はい、もうあの働きながらだと、そのまあ、塗装の現場仕事をずっとやってたんで、あのどうしてもその現場と現場ちょっとバランス取れなくて、思い切ってそっちに帰った方がいいかなやった時ぐらいですかね。その仕事はあれですか、なんか、まあ、一般の広告とかで得た仕事なのか、まあ、それとも今までの活動の中で知り合ったブレーンとか、はい、そういうご知り合いの方とかから、はいはい、いただいた仕事とか、まあ、今もそうなんですけど、まあ、たまにそのまあ、知らない方で、写真見ていただいて、で、まあ、ご依頼いただけるっていうのも、まあ、ちらほらあるんですけど、もうずっと10年以上ですかね、誰かの紹介であったり、もう大半はそれでずっと途切れずいただいてるような形で、もう壁画も大体そうですね、はい、なんかポリシーもあるんですか、やっぱりその来たからには絶対満足
させてやるというか、まあ、逆に言ったらちょっとこうだなと言われても、ね、はい、いやじゃあやり直しますとか。あ、そうですね、もちろんやっぱり、まあ、割り切って考えてるんで、なんていうんですか、まあ、僕がこういったものを描きたいとか、もちろんやっぱりその絵描きとしてっていうその好みはありますけど、頼んでもらったこと自体が まあ、ありがたいお話なんで、でも基本的には絶対断らないですよ、どんなものでも。はい、それがモットーというか仕事のスタンスというか、たとえオブジェであったり木彫り看板であっても、やっていたのはやりたいからというか頼んでもらったからやりました、うん、その行為を大事にしたいというか。そうですね、行動は言ってないだから、はい、できるだけやりたい。そうですね、珍しい職種になるかなと思うので、はい、今、自分が一番これ気合入ってるなっていう、楽しいな、楽しみにしてるなっていう仕事、作品とかってありますか？はい、ちょうど今制作中の作品が、ここに載せてるものになるんですけど、はいはいはい、ぜひよかったら見ていただけたら。なるほど、はい、すごい。ちょっと、まあ、分かりづらいんですけど、はい、この金色もこれ塗料じゃなくて金箔を貼って、おお、はい、でそこに筆で書き入れて作っていって、和物な感じですか？そうですね、これは、竜を全体に入れてくださいっていうような、東京 の自転車メーカーの方が、はい、自転車のフレーム、自転車のフレームですね、はい、幅広いですね、チタンとカーボンの、はい、多分かなり立派なフレームですね、はい、結構実際にやっていくとすごいその曲線止まるというか、結構思ってる以上にいいものができそうで、僕もちょっとワクワクしてますね、はい、もう完成した作品っていうのはどこかで見ることができるんですか、一般の人というか。そうですね、ノーバコローナさんですかね、自転車メーカーさんの、自転車なんですけど、まあ、おそらくそちらの方でも見ていただけると思いますし、僕のそのホームページの方にもアップさせていただこうかなと、はい、まあ、近くの方でしたら実物見たりとか全部来ていただいて、制作途中とか見ていただくこともできます。はい、カス君自体が生徒さんというかそういうスクールやってたりとかすることってあるんですか？はい、最近ちょっと始めまして、まあそんなすごくマニアックな内容とかではないんですけど、レタリングっていうと、その文字を書く書き方でしたり、筆の使い方でしたり、塗料の使い方みたいなのを興味ある方がいる時だけですけど、まあたまにさせていただいてますね。はい、そういう希望した時はガスクの SNS であったりとかっていうのからは受け付けてるんですか？はい、そうですね、SNS でも結構ですし、ホームページの方からでも電話を持ってるんで、はい、気軽に言っていただけたら。ちなみに SNS は何をされてるんですか？ SNS は、インスタは作品を、まあ、たくさん上げたり、そういった感じで活用させていただいてますね。まあ、作品を作ってて一番良かったな、自分がこういうアーティストで良かったなって、はい、思う瞬間って今までありましたか？はやっぱりその出来上がって、まあ、出来上がりましたよと頼んでいただいた方にお見せした時に喜んでいただける時ですよね。今まで作品でも、まあ、数えてるかどうかわからないですけども、はい、自分が作品と言える作品って全部で何点ぐらい作ってきたんですか？ちょっと数えてないんで覚えてないですかね、まあ、たくさん100以上とか。もう全然そんなの聞かないですわ。その今までいろいろ作ってきた作品があるとは思うんですけど、はい、自分の人生の中であと1枚
ていうか、一つあと一つだけしか作品を作ることができないっていう状況になったとしたら、はいはいはい、どういう作品を残してみたいですか？ちょっと深い深い質問でちょっとゾワッとしましたけど、はい、逆にめちゃめちゃシンプルなものになるかもしれないですね。シンプルっていうのはこうどういう形でシンプル？まあ、なんていうんでしょう、メッセージとか、そんなになるかもしれないですね。内容までは全然。メッセージっていうのは、その、はい、何に対してのメッセージとかになりそうなイメージがありますか？まあなんか、まあ、万が一というか、この先書けないってなったら、なったけども、ここまでやれてきたことに、後悔してませんよみたいなメッセージがいいですかね。